1422ラジオ日本ハロー里山里海クラブ、皆さんこんばんは。ハロー里山里海クラブナビゲーターのジュースジュース宮崎由香です。ハロー里山里海クラブとは、特別なミッションを与えられた私たちハロープロジェクトのメンバーが立ち上げた部活です。そのミッションとは、自然と触れ合うこと、食、農業、環境などについて部員であるリスナーの皆さんと一緒に考えていきます。私たち自身も時にはスタジオを飛び出して、肌で感じ、耳で感じたままに自然の素晴らしさをお届けします。1月7日は七草がゆの日でした。はい、セリ、ナズナ、五行、箱べら、仏の座、鈴名、鈴代があります。古来中国では元旦は鳥の日、2日は犬の日、3日はイノシシの日、4日は羊の日、5日は牛の日、6日は馬の日、7日は人の日として、それぞれを占い、8日に刻を占って新年の運勢を見立てていました。唐の時代になると7日目の人の日、人日に7種類の和歌能を入れた七種祭の柑という汁物を食べ、無病息災を願う習慣が広まりました。この中国の風習が日本へ伝わり、年始に若草を摘んで自然の生命力をいただく日本の風習、若夏みと結びついて七草がゆの形になったと言われています。はい、皆さんは七草がゆ食べましたか？はい、私はですね、どうなんだろう、でも最近はやっぱりなんか一人でなんかこうやって作って食べることはなかったりするから、でも簡単なパックとかで言ってるじゃないですか、七草がゆセットですみたいな、ああいうのは使ったりもするんですけれども、この日は1月7日はちょうどハロープロジェクトの正月のコンサートがやってるから、そこでなんかケータリングとかで出たらいいなーなんて思ってたりもしますが、でもね、そんな簡単にはいかないと思うのでね、なんかでもそういう季節のそういうものとかしっかりなんか食べていきたいなとも思うので、なかったらスーパーとかで探したいなっていうふうに思いますね。あとはお正月はですね、私よく石川にいる時はお餅を食べてましたね。お餅が本当に大好きで、もう本当にすごい好きなんですよ。多分皆さんが想像してる8倍とかそれくらい本当に好きで、で、だからずっとお餅を食べてたんですよ。おじいちゃんとおばあちゃんがお正月に毎年お餅を作っていたので、それで本当にずっと食べてて、大きい鏡餅あるじゃないですか。で、鏡餅のサイズのを私はよく砂糖醤油につけて食べてたんですけれども、ああ美味しいですよね。考えてるだけで美味しいなって思うんですけれども、皆さんはどんなお正月の食事をしましたか？私はお正月といえばやっぱりおせちがあるんですけど、おせちの中だと黒豆か、あと魚っぽいやつ、煮干しみたいなとかも好きでよく食べていました。それでは今日の1曲目に行きたいと思います。ジュースジュースで愛のダイビング。1422ラジオ日本里山里海クラブ、1422ラジオ日本ハロー里山里海クラブ、ナビゲーターのジュースジュース宮崎由香がお送りしています。先週に引き続き、昨年12月に神奈川県三浦市にあります飯島農園に約1年ぶりに行ってきました。今回は念願の金沢智子ちゃんと2人で農業体験をしてきたので、それを聞いていただきたいなって思います。はい、この日は本当に暖かくって、前日はちょっと雨が降ってたみたいなんですけれども、この智子と行った当日はすっごい晴れてて、むしろ暖かすぎるぐらい、暑いぐらいで、すごい汗を流しながら智子と一緒に農業体験したので、その様子を皆さんに聞いていただきたいなと思います。前回はトラクター体験の模様をお送りしましたが、今週はどんな農業体験をしたのか、それではお聞きください。続いては何をしますか？はい、クワを使ってですね、はい、さっき言った黒いマルチを引くのの、ね、準備ですね。畝を立てます。はい、はい、
ちょうどこの端のところですね、これをクワでこう上げて、上げるっていうんですけども、上げて、うん、ちょっと掘って横に土を置く、はい、こういう感じですね。ほうほうほう、はい、じゃあそこにクワがあるんで、おどうぞ。おうまいトモコ、クワ持つの初めてです。クワを持ちます。はい、じゃあちょっと怖い。え、怖い。じゃあこっちから行きます、はいはい、いいですか。はい、はい、どうぞ。えい。ほ、そう、クワの平らなところに土を乗せるような感じで、こういう感じですね。じゃあ宮崎さん、もうちょっと向こう行こうか。わかりました。私これがやればいいんですかね。そうです、そうです。行きます。はい、は、はい、そう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 、は、は、はい、は、はい、結構地道な作業ですね。そうですね、農業っていうのはね、ほんと地道な作業の連続で。ほ、あ、重い。頑張れ。ほ、はい、重い。なんか下手くそなんですけど、どうしよう。なんかこれってコツとかあるんですかね。そうですね、やはりあの、まあ、スポーツでいうとこの両肘がですね、はい、フラフラしてると平らにならないですね。肘、ね、そうそうそう、テニスでも野球でもゴルフでも。あー、暑い。今日あったかいもんね。今日暑いですね。なんか最近寒かったのに今日だけめっちゃあったかい。そう、今日だけあったかい。本当、まあ寒いよりいいよね。こういう時は、はい、あ、はい、ありがとうございました。はい、クワを使った作業の様子を聞いていただきました。はい、これはですね、あの、クワを使って、あの、畝をちょっとモコってするような感じで、土を寄せて、モコってする感じで、あの、クワを使っていったんですけれども、あの、トモコはクワを持つのが、この時初めてだったみたいで、最初はちょっと音源にも入ってたんですけど、怖いって言ってたんですよ。でも、トモコすごい上手くて、クワの使い方が、私それ見てすごい焦っちゃって、私今までやってきたのにうー悔しいってちょっと思ってたんですけど、でも本当にトモコ上手くって、で、なんかクワ上手いなってずっと見てたんですけれども、なんかメンバーが飯島さんと、なんかこれなんかやる上手いやり方とかありますかとか喋ってるのを聞くと、なんかすごい不思議で、なんか嬉しかったなって思いましたね。で、この後はあの、そうやって畝を作った後に、あの、マルチって言って黒いビニールを、あの、3、4センチぐらいのちょっと穴がポコポコポコって並んでて、それをその畝にポーってかぶせて、その両サイドを風で飛ばないように土を乗せる作業をしたんですけれども、そこは絶対私の方が上手かったんですよ。飯島さんにもそこは褒めてもらえたので、あー、長年やってきてよかったなって思ったりもしたんですけれども、あの、マルチ作業をそうやってみんなでやって、その後にようやく玉ねぎの苗植えをしたので、その様子をお聞きください。わー、なんか普通のネギみたい。ね、ネギみたい。細ネギ、細いね、はい、でもよく見るとほら、この下の方がちょっと丸いでしょ。ちょっと玉ねぎになってるね。そういうやつで植えていきます。なんかこういうさ、雑草ない、食べれる雑草みたいな。伸びる、伸びる、ね、みたい。はい、ね、似てますね。似てる。だいたいこの棒でですね、はい、10センチぐらいの穴を開けて。あ、結構深いですね。はい、だいたいでいいですよ。で、だいたい、うん、この玉ねぎの苗がですね、の根っこで、根っこが大事なんで、根っこがこの穴の中に入ってこうですね。それで周りの土をでこう押さえる。はい、はい、ね、根っこをこう穴の中に入れて、根っこがすごいいっぱいありますね。そうですね。で、植えていきます。はい、わかりました。わかりました。はい、こうちゃんと中に入れる。はい、じゃあ押すぞ。はい、押す。じゃあお願いします。はい。あ、でもなんかネギの匂いする。ね、ネギの香りがする。いい匂い。こんなちっちゃいのが。ねえ、大きくなるんですよ、あの大きい玉ねぎ。元祖爆笑王になるわけですね。言うと思った。玉ねぎ頭の。玉ねぎ。岩爆さんになるわけですね。岩爆さんになるわけですね。岩爆さんも最初はこんな感じだったのかな。岩爆さん聞いてるかな。聞かないで。いい匂いするね、すごく。はい、この玉ねぎの苗はですね、なんかなんだろう、細ネギ、伸びるに似てて、伸びるにそっくりね。で、根っこがすごいいっぱいワサワサワサって生えてて、根っこが本当にすごいね。匂いはネギ、ね、ネギ、すごいネギ、なんかネギ
いいね、なんかこれが玉ねぎになるんだね。不思議だよね。不思議。この苗は、はい、種を植えてからどのぐらい経った感じですか？はい、10月のですね、はい、2日に撒いてますから、ちょうど2ヶ月ぐらいですかね。あ、それでここ、あ、そう。そうそう。2ヶ月で、このサイズで、これから半年後に食べられると。時間かかるんだな。ね、玉ねぎ、時間がかかるんだ。はい、この苗を今12月の頭ぐらいに植えてるんですけれども、はい、これは収穫時期とかっていつぐらいですか？そうですね、来年のちょうどゴールデンウィークから、5月頃、5月いっぱいぐらいですかね。5月頃、何ヶ月だ、でも約半年ぐらい、ね、半年ぐらいか、半年。その間に何か気をつけることとかってあるんですか？そうですね、この場合はもうそのこうやって植えつけちゃうと、もうほとんどあとは春先にちょっと追肥って言って肥料をあげるだけでできますね。玉ねぎはでも割とじゃあ結構簡単なんですかね？まあ、簡単って言えば簡単なんですけど、やっぱり時期が長いんで、 その分ね、畑にいっぱい置いておく期間が長いんで、まあ、そういう面ではね、やはりその太陽エネルギーの塊っていうかね、半年分の太陽エネルギー、ね、確かに半年も経つんですね。半年でどれくらいの大きさになるんで、普通の売ってるような、これはあの赤い玉ねぎですね、生で食べるようなやつ、サラダ用の玉ねぎですね。玉ねぎ大好きサラダに入ってる玉ねぎ大好き。そうですね、赤い玉ねぎですね。 ありますね。飯島さん、ドラマ見てくれましたか？見てないですか？ちょうど去年ぐらいにドラマやるんですよって言ったの覚えてますか？覚えてる覚えてる。あ、じゃあ DVD あるんで。あ、わかりましたブルーレイで、ブルーレイでください。すいません。でも本当にあの時ほら新聞とかも結構出たじゃないですか。あ、ね、見てましたよ。本当ですか？嬉しい、ありがとうございます。ね、初めて演技したんですよ。すごい楽しかったです。あ、もうすっごい楽しかった。あじゃあやっぱりもうそれは女優で。いや、今はジュースジュースで頑張ります。そうしてくださると嬉しいです。でもなんかジュースジュースでできてよかったなってすごい思う。なんか5人いなかったら、なんかさ、1人だったら何も、ね、心細かったと思うし、ね、心細かったと思うし、すごいみんなに、なんかみんながいてすごいよかったってめっちゃ思った。そうだよね。雑談を楽しみながらの苗作業でした。はい、あのですね、いろんなことを、こうやって作業しながら、みんなでお話ししたりもしたんですけれども、ねえ、なんか、人が、とも子が一人増えるだけで、なんかすごい楽しかったし、さらに、ねえ、なんか、その、植えているのも、根がすごい長かったんですよ。10センチぐらいかな。根もすごい長くって、それを、ブスって棒で土に穴を開けて、そこにシュシュシュッと入れて、で風で飛ばないように上に土をパラッとかけてて、でそれが上からもでもちょっとネギみたいなのが20センチぐらいかな、ヒョンって出てる感じで、それを長さは50メートルぐらいかなをずっと延々とみんなでやってたんですけれども、そうやってなんかみんなでお話をしながらだと時間もあっという間に過ぎちゃって、なんか黙々とできる感じがすごい楽しくって、でもやっぱりしゃがむから腰が痛いよとかもなったけど、それもなんかいい思い出っていうか、農業体験ならではっていう感じで、みんなで楽しく話しながらできたのがすごい楽しかったなって思ったし、なんかこれとも子だけだったけど、今回は全員で行ったら絶対楽しいと思って、だからいつか全員でも行ってみたいなっていう風に思いましたね。はい、来週も飯島農園の農業体験の模様をお送りしますので、ぜひお楽しみにしていてください。それでは今日の2曲目です。ジュースジュースでアイアイ傘。1422ラジオ日本、ハロー里山里海クラブ。1422ラジオ
ジオ日本ハロー里山ストーミークラブナビゲーターのジュースジュース宮崎優香がお送りしています。ここからはリスナーの皆さんからのメッセージを紹介したいと思います。はい、少し遅くなっちゃったんですけれども、2016年のクリスマスイベントのお便りがすごい皆さんからたくさんいただきまして、ね、ちょっと時間経っちゃったんですけれども、そちらをご紹介していきたいなと思います。群馬県のラジオネーム水セッタさんからです。ありがとうございます。ゆかちゃん、こんばんゆかにゃん、こんばんゆかにゃん。そして、明けましておめでとうゆかにゃん、おめでとうゆかにゃん。新しいですね。はい。12月18日に行われたジュースジュースのクリスマスイベント、久しぶりに大笑いしたなぁと思うくらい本当に楽しかったです。クリスマス衣装やサンタの衣装に身を包んだ可愛らしい姿とは裏腹に、MC の大将をいつかのバースデーイベントかのようにずる皮で大いに困らせていたゆかちゃん、もうイエローカードものでしたよ。そして今年もあのちゃんのサンタのサキソフォンを聴けたのが本当に嬉しかったな。何気に本人もライブでは歌ったことがない曲、また来年も聴けたらいいなと思います。ゆかちゃん、本当に楽しい時間をありがとうございました。2017年もいろんな曲を歌っているジュースジュースを楽しみにしています。ではでは、今年もよろしくゆかにゃ、よろしくゆかにゃ。ああ、ありがとうございます。すごいですね。こんばんゆかにゃに、おめでとうゆかにゃに、よろしくゆかにゃって3連発ですね。お正月からありがとうございます。はい、そうですね、クリスマスイベントはですね、今回もジョジョグーナンさんの鈴木啓太さんに MC を務めていただいたんですけれども、みんなでもうこれでもかっていうぐらい困らせてしまいましたね。なんかゲームがあって、借り物競争みたいな感じで、皆さんにそのお題が一個決まってて、10代の人を探せみたいなやつで、そういうのがあって、それでなかなかちょっと見つけられなかったりとかして、とかそのなんかクイズの答えをみんなで5人で当てようみたいな感じの時に、答えがわからなくって、ファンの皆さんにちょっと聞こえ誰か答え教えてくれないかなみたいな感じで雰囲気出して歩いていたりとか、本当に楽しかったですね。すごい楽しかったです。なんか本当に3公演あったんですけれども、メンバーみんなで1公演終わるたびに、すごいなんか楽しくない、今年めっちゃ楽しくないみたいな感じで話してたりとかもして、それってでもなんか2016年、みんなでずっとライブハウスツアー巡って、ずっと一緒に行って、仲が深まって、そんな中でこういう楽しいイベントがあったのって、なんかすごい良かったなって思いますね。いやー、もうイエローカードじゃなかったですよね。もうレッドカード連発な感じだったんですけれども、すごい楽しかったなと思いますし、あとサンタのサキソフォン、マヌエリナさんの楽曲を今年も歌わせていただきまして、実は去年もジュースジュースのクリスマスイベントで歌って、去年じゃないか、2015年のクリスマスイベントでも歌って、そして2016年のクリスマスイベントでも歌って、2年連続歌わせていただきまして、で最初みんなで、その真野さんがライブで歌ったことないから、すごいなんかどんな感じで振りとかも全然決まっていない曲だったので、どうしよっかなんて言ってたんですけれども、なんかもうジュースジュースのクリスマスイベント、これも毎年あっていいんじゃないっていうぐらい、なんかみんなで結構ノリノリな感じで、フーカーフーカーとか言ってたりとかして、すごい楽しかったなって思いますし、私たちも今年2017年のクリスマスイベントまた歌えたらいいなーなんて思いますね。2017年どんな感じになるのか、私も楽しみにしていたいなと思います。はい、そしてですね、このクリスマスイベントの衣装についての質問というのもあったので読みたいなと思います。ラジオネームパンダのうたやんさん、パンヤンさんからです。ありがとうございます。衣装についてですね、誰がどれを着るって最初から決まっていたんですか、それともどれが着たいっていう感じだったんでしょうか、なんか気になったのでメールしてみましたっていうメールが届いていて、今回は衣装が2パターン、1人2ポーズあって、みんなでサンタみたいな感じのまず1ポーズあったんですけれども、もう1ポーズは上村海ちゃんがクリスマスツリーで、そして金沢智子ちゃんと高木紗友希ちゃんがトナカイ、そして私宮崎優香と宮本かえんちゃんが雪だるまだったんですけれども、これはメンバーから言ったわけではなくって、もう決まっていたんですけれども、なんかそれぞれ似合ってるなっていう感じがして、なんかともこと佐伯の
キートモコンビって言われてるんですけど、キートモコンビのトナカイがすごいなんか似合ってて可愛いなって思ったし、クリスマスツリーは背の高い上村しか着こなせないなっていう風にも思ったりとかで、上村海ちゃんのクリスマスツリーがすごかったんですよ。あの電飾、クリスマスツリーに電飾巻くじゃないですか、ピカピカピカって光るやつ、あれがあのなんだろう、コンセント刺さないでも光るやつで、すごいあのスタンバイしてる時に上村海ちゃんが一人すごい光ってるんですよ。すごいなって思って、で私と宮本かりんちゃんは雪だるまだったんですけれども、すごい可愛くて手袋とかもついてたんですよ。でこの手袋してあのマイク持てるのかなっていう不安もあったんですけれども、持てて、なんか今回すごいなんだろうな、ちょっとおふざけな感じの衣装もすごい楽しかったなって思いますね。いや皆さんはどんな衣装が好きだったんですかね。なんかクリスマスってなんか私すごい好きなんですよ。なんだろう、なんか普段ジュースジュースはかっこいい楽曲だったり力強い楽曲が多かったりする中で、クリスマスのその時は結構なんだろうな、わーいって感じのなんかキラキラした楽曲が多くって、すごいいつもとはまた違う感じで普段あんまりできない楽曲とかもあったりもするので、すごい楽しかったなって思いますね。はい、あのクリスマスについてのお便りはですね、他にもカズトワイライトリバーさんだったり、赤パーカーさんからだったり、麦さんからだったりと、すごいたくさんいただきました。本当に本当に皆さんいつもありがとうございます。それでは今日のラストナンバーを聴いていただきたいと思います。このクリスマスイベントでも一発目に歌った楽曲です。マヌエリナさんで、サンタのサキソフォン。1422ラジオ日本。ハロー、里山里海クラブ。日本ハロー里山里海クラブ、そろそろお別れの時間になってきました。この番組では皆さんからの感想やメッセージ、そして皆さんの里山里海体験を募集します。メールの場合は hello@jrf.co.jp、 はがきの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本ハロー里山里海クラブまでお送りください。お知らせです。ニューシングル「ドリームロード心が踊り出してる」「キーポン上昇志向明日やらバカ野郎」を現在発売中です。そしてハロープロジェクト2017ウィンタークリスタルクリアカレードスコープは、明日もう日付変わってもう起きたらですね、8日日曜日も中野サンプラザにて行われます。そして2月2日木曜日の新宿レニーからジュースジュースの単独ライブハウスツアーも始まります。こちらもぜひぜひ楽しみにしていてください。そして最後に、毎週水曜深夜2時から放送中、放送作家元祖爆笑王さんとジュースジュース金沢智子ちゃんの番組バックナイ、次回1月11日のゲストは三遊亭トムさんです。ぜひお聞きください。はい、今週もお届けしましたが、来週も金沢智子ちゃんと飯島農園さんにいた時の様子のお送りしたいなと思いますので、ぜひ来週も聞いてください。それでは来週もお楽しみに。お相手はジュースジュースの宮崎ゆかでした。バイバイゆかにゃー。